本当に稼げる手段を初心者にも分かりやすく伝えることが私の使命です。一生懸命努力しても選んだ仕事が悪いと稼げません。私の実家はクリーニング業をしていました。私が19歳の時に借金3億円を払えなくなり倒産しました。家業の倒産後、東京に出て飲食業の仕事に就きました。夜遅く日付が変わるまで働きましたが月給9万円でした。 しかし不動産販売、ヤフオク転売、アマゾン転売ではクリーニング業や飲食店の数分の1の労力で何倍も稼げました。また日本では安月給で仕事がきつい代名詞みたいな飲食業もオーストラリアでは高級がもらえます。稼ぎやすい仕事や場所を見つけて正しく取り組めば今以上に稼ぐことは難しくありません。 そんなことを伝えたいなと副業のサポートを12年間続けています。私が一番力を入れているのは初心者でも本当に稼げるサポートを提供すること。初心者は何がわか,からないのかもわからない。初心者は重要なポイントを重要だとわからずピントのずれたことをする。この初心者の特徴を踏まえて本当に稼げるサポートを提供します。 私が2005年にインターネットに可能性を感じて、インターネット虎の穴というサロン的なところに入会しました。しかし、稼ぐために役立つことは全くと言っていいほど学べませんでした。例えば、何がお金になるような私の強みなのか相談しました。しかし、私には目立った実績がないので、誰か他の人と組まないと稼げない、との回答でした。 今なら当時の自分でも十分稼げる環境だったとわかります。しかしその時の相談相手はたまたま自分で稼いだだけの人です。人の強みの何が稼げるネタなのか見つける能力がないのも当然です。他にも e b a というのが面白そうだと思って登録方法を聞いたら調べれば簡単にわかりますとの返事でした。能力が高い人や頑張り屋の先生に聞くとよくある回答です。 わからないから聞いてるんですけどね。結局自力で ebay を始めるまでに2年かかりました。またサイトを作ろうと思い、ドメインの取り方を教えてくださいと聞いたらそこまでは教えていませんという回答でした。教える能力がない人がちょっと稼いだということで教えてるというよくある稼げないサロンの特徴がそのまま出ている場所でした。能力の高い先生、頑張り屋の先生、 まあ論外ですが、数集めのためにバイトで雇われた先生のサポートは役立ちません。初心者は何を質問してよいのかわからない。初心者はアドバイスをしてもきちんと理解できないことが多い。この2点を理解してサポートできている人はめったにいません。そんな経験から私は初心者にも役立つサポートを提供しようと思って、今日まで12年間サポートを提供し続けています。 この後ね、サポート例、アカウント作成でどんなサポートをしたか、またこの上の方にはね、実際いくら稼げてるか、そんな事例を載せてます。まずは、YouTube 動画の動画概要欄をクリックして、ま、このページでサポート例、あるいは稼げてる人の例を確認してください。そして、無料スカイプ相談を受け付けてますので、メールアドレスを登録して、無料スカイプ相談にお申し込みください。 日本に住んでたら、オーストラリアマゾンで稼がないともったいないです。